新型コロナウイルスに感染するリスクを減らすため、病院に行かなくても医師の診療を受けられる、いわゆるオンライン診療が日本でも解禁されました。ただこのオンライン診療、医師が得られる情報がまあ限られるという課題があって、導入に慎重な医療機関、少なくないですよね。そうですよね。こうした中、イスラエルなどではオンラインであっても医師が十分な情報を得られるようサポートする医療デバイスが注目されています。オンライン診療を正確に行うためのデバイスです。中東イスラエルの企業が4年前に開発しました。心拍を計測できる機能や喉や耳の奥まで差し込んで撮影できるカメラなどがついています。新型コロナウイルスで注目を集めるオンライン診療、常に課題となってきたのは医師が得られる情報の少なさです。直接診察できないため、体に触れるなど必要な検査ができないのです。オンライン診療を実施するか尋ねた日本国内の調査でも、回答した250の病院のうち4割が実施しないと答えました。その理由として挙げられたのが、診療に対する責任や情報の少なさなどで、誤診の恐れもあることから導入を慎重に考えているのです。そうした慎重な姿勢を変えるきっかけとなったのが新型コロナウイルスでした。集団感染が起きたクルーズ船ダイヤモンドプリンセスから下船し、イスラエルに帰国した人たちがこの病院に入院することになったのです。感染拡大をどう防ぐのか、医師と患者ができるだけ接触しない形での診察を迫られ、デバイスの利用に踏み切りました。新型コロナウイルスの感染患者に限らず、通院を躊躇する患者や小さな子供を持つ親などの間でも幅広く使われています。ドクターステンズNot to use new technology that they're not sure about, but because coronavirus did not leave us many options, doctors are now seeing that this technology is very helpful, that they can trust it, they can make good decisions. こうしたデジタルヘルスと呼ばれる分野では、さまざまなサービスの開発が進んでいます。こちらはベッドの下に置くだけで呼吸や心拍を計測し、離れた場所でモニターできるデバイス、 AI が事前問診を行うアプリなどもあります。こうした分野のスタートアップ企業への投資は、感染拡大の影響で景気が大きく後退する中、例外的に拡大しています。アメリカでの投資額は今年の第一四半期時点で31億ドル、去年の同じ時期のおよそ2倍に増えました。関係者は、新しい医療の形として浸透していくのではないかと指摘しています。日本ではこうしたデバイスはまだ利用が広がっていませんが、医療現場からも期待の声が聞かれています。正しい正確なデータがオンラインでも得られれば得られるほど、医師にとってもですね、診察はしやすくなるのは確かだと思います。